2006年の台風シーズンに発生した発達の段階の異なる3個の熱帯低気圧。最も弱いものは最も基本的な円形の実を形成し、やや発達したものはスパイラルバンドの形成と中心部への集中が進み、最も強いものは発達した目を形成している。熱帯低気圧は熱帯から亜熱帯の海洋上で発生する低気圧の総称である。強風や大雨、 高潮を伴うため、しばしば甚大な気象災害をもたらす。その震度や勢力は季節によって変化し、温帯にまで移動して、被害をもたらすこともある。熱帯低気圧は、低気圧中心、閉じた低気圧性の大気循環、強い風、及び大雨をもたらす、渦巻き状の雷雲によって特徴づけられる、急速に回転する激しい暴風雨を伴う系である。 その発生域及び強さに応じて、台風、ハリケーン、サイクロンなど異なる呼び名で呼ばれるが、本質的には同じ気象現象である。それぞれ、台風は北西太平洋で、ハリケーンは大西洋及び、北東太平洋で、サイクロンは南太平洋、またはインド洋で発生、発達したものを指す。熱帯とは、 これらの系の地理的発生源を指し、ほぼ入った的に熱帯の海洋上で発生することに由来する。一方、低気圧とは、その中心部のくっきりとした目の周りで、北半球では半時計回りに、南半球では時計回りに吹く、渦を巻くような風の動きを指す。北半球と南半球で風の吹く向きが反対になるのは、こリオりの力のせいである。 熱帯低気圧は、典型的に比較的暖かい海域で発生する。海水面から蒸発した水を通して、エネルギーを得て、最終的に水蒸気は、再凝結して、雲になり、湿った空気が上昇して冷やされ、飽和状態になると雨を降らせる。このエネルギー源は、北米のノーイースターや欧州のウィンドストームのような、温帯低気圧のそれとは異なる。熱帯低気圧は、 典型的には直径が 100&2000km にもなる。気流が回転軸に向かって内側へと流れ込むときに地球の時点によって与えられる各運動量の保存の結果、熱帯低気圧の風は強い回転を伴うようになる。そのため、赤道から5度以内の海域で熱帯低気圧が発生することは滅多にない。 ウィンドシアが常に強く、熱帯収束帯の活動が弱い南大西洋では、熱帯低気圧はほとんど知られていない。また、アジアモンスーン及び西太平洋断水海、並びに大西洋とカリブ海の低気圧を発生させる、アフリカ東風ジェットと大気の不安定な地域は、熱帯低気圧の発生する北半球とオーストラリア周辺の特徴である。 沿岸の地域は特に内陸の地域に比べて熱帯低気圧の影響を受けやすい。これらの熱帯低気圧の主要なエネルギー源は暖かい海水である。それゆえ熱帯低気圧は典型的には海上や海の近くにあるときに発達して最も強くなり陸地に上がると急速に衰えていく。沿岸部は強い風と雨、高波、高潮、 竜巻の発生などの被害を受ける恐れがある。また、熱帯低気圧は、広い地域、最も激しいものでは、非常に広い地域、から大気を巻き込み、その中の水分をずっと狭い地域に集中して、降水をもたらす。水分を含んだ大気が、その水分を雨として降らせた後、新たな水分を含んだ大気と断続的に入れ替わることによって、その局地的大気が、 いかなる時点でも一度に保持しウルガン水量も、はるかに超える極度の大雨を降らせたり、海岸線から4 0トル離れたあたりにまで、外水氾濫をもたらしたりする恐れがある。熱帯低気圧が人間集団に与える影響は、しばしば破壊的である一方で、干ばつ状態を緩和してくれる効果もある。また、熱エネルギーを熱帯から温帯へと輸送して、地域及び、 地球規模の気候を調節する重要な役割も果たしている。熱帯低気圧には4つの大きな特徴がある。暖気のみで構成されていて、前線を伴わない。大気中の水蒸気が凝結して水滴になる際に放出される潜熱をエネルギー源として発達する。このため、水温が高い熱帯の海洋上で発生し、水温が低い海域や、 上発の乏しい陸上に移動すると勢力が衰える。天気図上では、等圧線が綺麗な同心円状に分布する。このため、等圧線が同心円でない他の低気圧に比べて、最大風速が増しやすい。また、風速分布も同心円に近く、目のすぐ外側で最大となる。大流圏下層から上層まで広い層で低圧部となる。 熱帯低気圧の中心へ吹き込む風と上空へ吹き上げられ周囲へ拡散する風合い、目、アイウォール、目の壁、レインバンズ、交うたいハリケーン、イザベルの目積乱雲が中心に向かって巻き込む渦巻き状に配列した構造を持っており発達したものは中心に目と呼ばれる雲のない領域を持つ積乱雲の直径は 300km 程度から 2000km 程度までと様々である。全体が熱帯の暖かい空気からなるため温帯低気圧とは異なり、前線を伴わない。記述の通り、温められた海面から発生する水蒸気が上空で凝結する際に放出する鮮熱をエネルギー源として発達する。鮮熱は空気を温めるので上昇気流を促進し、 個々の積乱雲が成長する。熱帯の海洋上では、このようにして発達した積乱雲がいくつも群れをなしている。熱帯低気圧は、これらのうちの一つの雲群が組織化し、雲群の中心を軸にして回転するものである。組織化するためには、第二種条件付け不安定が成立することが必要である。また、シスクが成立するきっかけとして、 変頭風の波動が関与しているとする考え方もある。数百キロメートルと大きな規模を持つので、回転の際には、コりオりの力と遠心力を受け、軽度風に近いバランスで、風が吹き、等圧線は同心円状に分布する。他の低気圧と同様に、コりオりの力を受けるため、北半球では左回り、南半球では右回りに回転する過剰の雲群に変化する。 経度風に近いのは上空1から2キロメートル以上の大流圏であり、もっと地表に近い層では摩擦力を受けるため、熱帯低気圧の中心寄りに風向が曲げられる。これにより中心に向かって強い風が吹き込む。中心付近で行き場を失った空気は上昇気流に乗って上空へと運ばれる。運ばれた空気は水蒸気と分離するが、洗熱により暖かいため、 吸い上げる流れを冷気し、て気圧が一層低下し、風速がさらに強まる。熱帯低気圧に流れ込む空気は、中心に近づくほど、各運動量保存速によって、その風速を増やす。風速が大きくなるにつれて、遠心力も大きくなる。十分に遠心力が大きくなると、中心に空気を吸い込もうとする、気圧経度力と釣り合うため、それ以上は中心に近づけなくなる。 さらに、自由大基礎に限って言えば、中心に近づくほど上昇気流が強まり、風向が上向きになる。しかし、中心に近いところでは、遠心力が大きすぎるため、中心から一定の半径内では、風が弱まり、逆に反流による弱い下降気流が吹き、雲が存在しない、穏やかな状態となる。これを目という。目が明瞭に形成されるには、 遠心力が大きくなくてはならないので、はっきりとした目を持つのはかなり発達した熱帯低気圧である。目の直径は一般的に数十キロメートル程度だが、発達するにつれてピンホールのようなごく小さな目になることも多い。稀に目の直径が数キロメートル程度にまで縮小して目が消失したかのような状態になることがある。また、熱帯低気圧が大きい場合などには、 直径が1 0 0トルを超えるような大きな目となることがある。なお、発達した熱帯低気圧であっても、上層雲などによって目が不明瞭となる場合も少なくない。目の外側に沿って上昇する空気は上空に行くほど気圧系努力が小さくなる一方で遠心力が大きくなるために台風の外側に向かって流入のサイトは逆方向。 つまり北半球では右回り、南半球では左回りに吹き出している。この時、湿度が高い空気によって、剣雲などの上、騒雲が、できる。これは、熱帯低気圧から離れたところでも現れるので、接近の前兆とされる。目の外側は、猛烈な上昇気流によって作られた、積乱雲の壁になっている。これを、アイウォールという。アイウォールの外側には、 熱帯低気圧に流れ込んでくる空気の流れに沿って形成された螺旋状の積乱雲の雲列が並んでいる。これをスパイラルバンドという。スパイラルバンドはマルチセルと呼ばれる対流形であり、雲列の先頭がアイウォールの雲と繋がって内側交う帯を構成している一方、途中の部分は中心から伸びる腕のような外側交う帯を構成し、最後尾では 晴天域から積乱雲が次々と湧き出てきて世代交代を行っている。アイウォールやスパイラルバンドは熱帯低気圧の主要な雲海である。一方、これらの雲とは離れた場所にさも独立するかのように積乱雲の帯が発生することがある。これを先区交代帯といい、レーダーや雲画像では熱帯低気圧とは独立した雲のように見えるが、 雲の帯はスパイラルバンドに平行であり、メカニズム上は熱帯低気圧の雲である。しばしばスパイラルバンドと繋がって合流することもあるが、自然消滅することもある。一般的に熱帯低気圧が近づいてくるにつれて風が強くなり、外側交互帯に入ると降り方の変化が大きい周雨性の雨が降り出す。熱帯低気圧の風向は等圧線にほぼ平行であり、 風下を向いたときはその真左の方向に中心がある。中心に近づくほど暴風雨は強まるが、目に入ると風が弱まる。そして目を抜けて再び暴風雨が訪れるときには風向は逆になっている。温帯低気圧は上層の偏西風波動による上昇気流の冷気と下層の軽圧帯との相互作用で発達する一方、 熱帯低気圧は相当温くらいの高い暖気の上昇による鮮熱の解放をエネルギー源にしているため前線を伴わない。これは熱帯低気圧の最大の特徴と言われる。また、中心の東西南北の空気の性質にほとんど差がないために熱帯低気圧の構造はほとんど中心に対して対象になっている。このため、高位の地域に移動して、 寒気を巻き込んでしまうと、対称な構造が崩れ、エネルギー源である千熱の供給量が減って衰弱し、やがて前線を伴った温帯低気圧になる。熱帯低気圧の位置を示す際には、地上、海上での気象観測や気象衛星の画像などから推定した熱帯低気圧の中心の位置を熱帯低気圧の位置とし、熱帯低気圧の移動や速度なども、 中心の位置をもとに表される。熱帯の海洋上で雲がまとまって、渦を巻く兆候があり、気圧の低下が見られ、今後も発達する傾向があるような場合に、熱帯低気圧が発生したとするが、そのタイミングは明確には規定されていない。ちなみに、台風の場合には、最大風速による定義があるので、その風速に達した時に、台風が発生したと表現する。 発生した熱帯低気圧は、まず貿易風帯の中を北半球では北西、南半球では南西へ移動する。やがて偏西風帯に入ると、向きを変え、北半球では北東、南半球では南東へ移動する。その明瞭な天候地点を天候点と呼ぶ。上空の気流の他にも、気圧配置も台風の天候に強い影響を与える。例えば、 夏の主役である北太平洋高気圧の中にはどんなに勢力の強い台風であっても割って入ることは不可能である。そのため台風は北太平洋高気圧の円を通らざるを得ない。この円の部分も天候点になることがある。日本においては万華から初秋にかけては主に沖縄近海が天候点になりやすい。熱帯低気圧が 陸上に達することを上陸という。一般的に大きな島や大陸に達した時に上陸といい、小規模な島を通った場合には、上陸ではなく、通過という表現を用いる。日本の場合では、北海道、本州、四国、九州の四島では上陸というが、他の島し部では、沖縄本島のような大きな島であっても、上陸とは言わず、通過扱いになる。 上記4頭であれば、暴走、三浦などの比較的小さな半島部を台風の中心が通ったとしても上陸扱いになる。熱帯低気圧が温帯低気圧に変わることを温帯低気圧かあるいは消滅という。温帯低気圧にならずにそのまま勢力を弱め、消えた場合も消滅という。ただし、温低化した後で再び中心気圧が低下することもあるため、台風は 温帯低気圧に変わりましたという気象情報の理解には注意が必要である。海域別の故障国際的にはすべての熱帯低気圧はその域内の最大風速に基づく強度によって大まかにトロピカルデプレッション、トロピカルストーム及び地域ごとに異なる呼び名で呼ばれる発達した熱帯低気圧の3つに分類される。地域ごとの呼び名の代表的な例として 北西太平洋域では熱帯低気圧が流ーと風力階級で風力8以上に発達すると台風と呼ばれるようになる。台風と台風雲はいずれも台風雲と英訳されるが厳密には最大風速が風力8以上の熱帯低気圧が台風に分類され風力12に達した熱帯低気圧のみが台風雲に分類されるように それぞれ定義が異なる。北東太平洋域、または北、大西洋域で熱帯低気圧が台風雲と同等の勢力に達すればハリケーンと呼ばれる。南半球及びインド洋においてはハリケーンや台風雲という故障は使用されず、この間域で熱帯の性質を持つ低気圧は日本ではサイクロンと総称される。オーストラリア周辺の熱帯低気圧を ウィリー・ウィリーと呼ぶという説があるが、これは正確には誤りである。ウィリー・ウィリーは砂漠などで発生するゴミ旋風に対して、アボリジニが用いる語であるが、これがオーストラリア周辺の熱帯低気圧を指す語として、誤解されて研究者の間で広まったようである。このように、日本語においては、台風以外の熱帯低気圧はその強度に関係なく、すべて単に熱帯低気圧と呼称される。 以前、気象庁は、トロピカルデプレッションと同等の強度の熱帯低気圧を弱い熱帯低気圧と呼称して区別していたが、1999年の黒倉川水難事故の際に、この表現は災害が起こらないかのような誤解を招くとの指摘を受けたことがきっかけとなって、2000年6月1日以降は、防災上の配慮からこの表現を使用しないことにしている。 太平洋域においては、太平洋北中部で発生したハリケーンが、日付変更線及び180度経線を西に横断して、北西太平洋域に入ると、台風となる。逆に台風が等進して、ハリケーンと呼ばれるようになることも、稀にある。また、合同台風警報センターは、1分間の平均風速の最大値が、秒速67メートルを超える台風を、 スーパータイフーンズと呼び分けている。さらに、前期の表に示した標準的な故障に加えて、各海域で熱帯低気圧の観測を担当する気象機関ごとに異なる用語体系が使われており、異なる海域間で熱帯低気圧を相互に比較することは困難になっている。正式に命名されるほどまで十分に発達しなかった場合でも、 熱帯低気圧の監視業務を担当する警報センターによって、ほぼ全ての熱帯低気圧及び亜熱帯低気圧に番号が割り当てられる。例えば、アメリカ合衆国政府の関心を引く、北、大西洋及び北、太平洋の海域で発生する熱帯低気圧及びその他の海域で発生する熱帯低気圧の経には、国立ハリケーンセンター、中部太平洋、 ハリケーンセンター及び合同台風警報センターによって熱帯低気圧番号が付与される。TC 番号は各年または各シーズンに入ると01から小順に割り振られる2桁の数字に続けて発生海域に対応するエ字ジの設備時をつける形式をとる。トロピカルデプレッションや他にまだ命名されていない熱帯低気圧がある場合に 仮の名称を生成する目的で、数字部分は1のように綴り字で表記される例も見られ、これに、ハイフンと発生海域を表す設備字を付け加えて、1E という風に表記される場合もある。TC 番号の例を挙げると、PTC08 は北、大西領域の8番目の潜在的な熱帯、低気圧8を指し、TD21E は東。 太平洋域の21番目のトロピカルデプレッション2 1 e を、SD03C は中部太平洋域の3番目の亜熱帯低気圧 3C を指す TC 番号には熱帯低気圧自動予測システムの都合上付けられる番号は最大で49までという厳しい制限があるが NHC と CPHC は通常これを30までに制限しているまた TC 番号は次の年、またはシーズンに入るまでは再使用されない。この不満方式は熱帯低気圧にまで発達する可能性のあるインベストと呼ばれる熱帯上乱域に対して使用される不満方式と類似している。襲来した場所や事物にちなんだ名前を使用して熱帯低気圧計を識別する方法は 正式な命名が開始される以前から長年にわたって行われてきた。現在使用されている命名方式では一般の人々にも容易に理解して認識してもらえるような簡潔な形式で熱帯低気圧計を確実に識別することができる。気象系に対して初めて人名を使用したのは1887年から1907年まで名前を付けていたとされる。 クイーンズランド州政府の気象学者、クレメント・ラグであると一般的に信じられている。この気象系の命名方式は、その後、ラグが引退してから数年の間は、使用が取りやめられていたが、西太平洋域については、第二次世界大戦の後半頃に復活した。その後、北、大西洋及び南大西洋、東太平洋、中部太平洋、 西太平洋及び南太平洋、並びにオーストラリア周辺及びインド洋の各海域について正式な命名の枠組みが導入された。現在、熱帯低気圧は11の指定気象機関のうちの一つによって公式に命名され、熱帯低気圧の発生から消滅まで一貫してその名前が使用される。これは予報者と一般の人々との間で予報、注意報、 警報に関する情報の伝達を容易にするために行われている。熱帯低気圧計は1週間以上持続することもあり、また同じ海域で同時に2つ以上発生することもあるため、それらの名前がどの熱帯低気圧を表しているかについて、混同を減らすために命名法が考慮されている。熱帯低気圧の名前はいずれかの発生海域に応じて1分間平均。 3分間平均、または10分間平均の最大風速が時速 65km を超えたものについて、事前に選定されたリストの中から順に割り当てられる。しかし、命名の基準は海域ごとに異なる。西太平洋ではトロピカルデプレッションに名前が付けられることがある一方、南半球では熱帯低気圧が命名されるには、中心付近に優位な強い風が、 一定量吹いていることが条件となる。北、大西洋域、太平洋域、オーストラリア周辺における重大な熱帯低気圧の名前は命名リストから引退して別の名前に置き換えられる。命名の実際世界気象機関が定義するトロピカルストーム以上の強度の熱帯低気圧にはそれが存在する海域ごとの命名規則に従って番号や人名による命名がされる。また、 海域によっては、トロピカルデプレッション以上の強度の熱帯低気圧に番号を付与するところもある。北西太平洋の熱帯低気圧については、トロピカルデプレッション以上の強度で、合同台風警報センターによる番号の付与が行われる。また、25N120E、25N135E、5N135E、5N115E、15N115E、 21N120E、25N120E 21 25、e、で囲まれた海域を通過する熱帯低気圧には、さらにフィリピン気象局によるフィリピン名の命名が行われる。トロピカルストーム以上の強度では、気象庁による番号の付与台風委員会によるアジア名の命名が行われる。台風は最大で4つの故障を同時に持つ。各気象機関によって分類基準となる。 最大風速の観測値が多少異なることがあり、ある気象機関だけがトロピカルデプレッション以上の強度とみなす場合がある。このような時は気象機関の略号、トロピカルデプレッション番号のような故障が使用される。北、大西洋及び、成型140度より、東の太平洋北東部の熱帯低気圧についてはトロピカルデプレッション以上の強度で、 アメリカ国立ハリケーンセンターによる英語数字による命名が行われ、トロピカルストーム以上の強度に達すると同センターによる命名が行われる。北、大西洋と太平洋北東部それぞれで別々に命名が行われ、数字や名前のリストも別々である。北、大西洋から太平洋北東部、またはその逆に熱帯低気圧が移った場合、 それまでの名称とは別に新たにその海域の名称が命名される。180度から成形140度までの太平洋、北中部の熱帯低気圧については、トロピカルデプレッション以上の強度で、中部太平洋、ハリケーンセンターによる、英語数字による命名が行われ、トロピカルストーム以上の強度に達すると、同センターによる命名が行われる。北、インド洋の熱帯低気圧については、 JTWC による番号の付与、IMD による番号の付与、沿岸8カ国合同での命名が行われる。南イレードより南、統計90度より西側のインド洋では風速35キロトンを超えるような熱帯低気圧が発生した場合、レニオン島にあるフランス気象局が名称を付与する。それまでの間、トロピカルデプレッションの熱帯低気圧には、 便宜上番号を割り当てる。ただし、JTWC では番号の付与する。統計90度から125度までのオーストラリア西部海域の熱帯低気圧については、JTWC による番号の付与、オーストラリア気象局パース地域センターによる命名が行われる。統計125度から137度までのオーストラリア北部海域の熱帯低気圧については、 JTWC による番号の付与、ボムのダーウィン地域センターによる命名が行われる。統計137度から160度までで、波10度より、南のオーストラリア東部海域の熱帯低気圧については、JTWC による番号の付与、ボムのブリースベン地域センターによる命名が行われる。統計141度から160度までで、 南位10度から赤道までの熱帯低気圧については JTWC による番号の付与パプアニューギニア国立気象局による命名が行われる南半球において統計160度より東の太平洋の熱帯低気圧については JTWC による番号の付与フィジー気象局による命名が行われる1985年から2005年までに発生した熱帯低気圧の 全経路各海域によって年間発生数は異なる。北西太平洋域以外にはシーズンと呼ばれる熱帯低気圧の発生期があるが北西太平洋域では年中発生する。ただこれまでの統計によれば北西太平洋域でも2月上旬から2月中旬にかけてはほとんど熱帯低気圧が発生していない。世界中に 地域特別気象センターとして指定された気象機関が6つある。これらの機関は世界気象機関の指定を受けて、各個に定められた責任領域内の熱帯低気圧について追跡し、速報及び警報、注意報等の情報を発する業務を担っている。さらに、より狭い範囲の地域に対して熱帯低気圧の情報を提供する。 熱帯低気圧警報センターが6つ指定されている。地域特別気象センターと熱帯低気圧警報センターは一般の人々に対して熱帯低気圧に関する情報を提供する唯一の機関ではない。アメリカ海軍とアメリカ空軍が共同で運営している合同台風警報センターはアメリカ合衆国政府の諸目的のために来た。 大西洋を除くすべての海域において熱帯低気圧に関する注意報を発している。フィリピン大気地球物理天文局は同国の市民の生命及び財産を保護するために北西太平洋域でフィリピンに接近する熱帯低気圧の命名及び注意報の発表を行っている。カナダハリケーンセンターはカナダ市民のために ハリケーン及びその残存部がカナダに影響を及ぼす場合に注意報を発表する。2004年3月26日、南大西洋で観測史上初めてとなるハリケーンカタリーナが記録され、サファシンプソンハリケーンスケールでカテゴリー2に相当する風速を伴ってブラジル南部を襲来した。他の警報センターの管轄区域外で発生したため、ブラジルの気象学者らは当初、 これを熱帯外低気圧として扱ったが、後に熱帯低気圧として分類された。熱帯低気圧は温帯低気圧と異なり、海上でしか発生せず、陸上では発生しない。これは熱帯低気圧のエネルギー源が海水が蒸発する際の鮮熱であることが理由であり、海上で発生した熱帯低気圧が上陸すると急速に勢力が弱くなる。ただし、 熱帯低気圧の位置は渦の中心の位置であり、熱帯低気圧が陸上にあっても周辺部は海上にある場合があり、ごく稀に海に近い陸上で熱帯低気圧が発生することがある。熱帯地方の海上では北半球の亜熱帯高圧帯からの北東貿易風と南半球の中緯度高圧帯からの南東貿易風が収束することによって上昇気流が発生し、 常に積乱雲の発生、消滅が繰り返されている。これらの積乱雲の集まりの中から熱帯低気圧が発生する。熱帯低気圧の前段階として、円形の低圧部や熱帯格乱が発生することもある。しかし、どのようにして積乱雲の集まりが一つの熱帯低気圧にまとまっていくのか、その気候の詳細は未だ研究途上である。 現在主流となっている説の一つである、変頭風波動説では、赤道上空を流れる、変頭風が高緯度側に蛇行した、変頭風のトラフの先端部分に、渦が形成され、この渦と、熱帯収束帯の赤乱雲が、相互作用して、熱帯低気圧となっていくと考えられている。熱帯低気圧の大部分は、南北それぞれの緯度10から15度の海域で発生し、 緯度が5度以下の海域ではほとんど発生していない。これは渦の形成にコリオリの力が必要なためと考えられている。また、熱帯低気圧の発生には海面からの持続的な水蒸気の供給が必要であると考えられていて熱帯低気圧の発生海域は海面水温が26度以上の海域とほぼ一致している。このため熱帯低気圧の発生は 緯度25度以下の海域に大体限られている。なお、寒流が流れていて、海面水温が低い南太平洋東部、南太西洋では、緯度25度以下熱帯海洋上であるにもかかわらず、熱帯低気圧がほとんど発生しない。また年間の動向を見ると、夏から秋にかけて、海面水温が年間で最も高い状態になるので、熱帯低気圧の発生が多くなる。 逆に最も低くなる冬から春にかけての時期には、ほとんど発生しない。理論上上昇気流を起こしやすいことや、実際の観測例から、上層と下層の風向、風速の違いが少ないこと、上空に寒気があることなどが、熱帯低気圧の発生の要因として重要と考えられている。実際に上空の寒冷渦と体になって、 熱帯低気圧が発生する例が報告されており、その相互作用が研究されている。熱帯低気圧は、熱帯の海洋上の湿った空気が持つ、水蒸気の潜熱をエネルギー源としている。熱帯低気圧に吹き込んできた空気は、中心付近で上昇気流となって上空に運ばれる。上空に運ばれた空気は冷やされるため、含んでいる。 水蒸気が飽和して凝縮し水滴となる。この時、水滴1ムあたり2 4キロジュール程度の熱が放出されて周囲の空気を温める。温められた空気は密度が低くなるため中心気圧が低下し、その結果熱帯低気圧に吹き込んでくる空気の量が増加する。そうするとより多くの洗熱が放出されるためさらに中心気圧は低下していく。 この連鎖によって熱帯低気圧は急速に発達する。このように赤卵雲の発達低気圧の発達赤卵雲の発達低気圧の発達というような繰り返しが可能となる大気の状態を第二種条件付け不安定というトロピカルストーム以上の強度に発達する熱帯低気圧は世界で年間90個程度である。そのうち60個程度が北半球。 30個程度が南半球で発生している。特に北西太平洋での台風の発生が顕著であり、年間30個程度がこの海域で発生し、かつ最も発達する。これまでに観測された熱帯低気圧の最低気圧は、北西太平洋の1979年10月の台風第20号における870ヘクトパスカルである。 熱帯低気圧のエネルギー源は水蒸気の旋熱であるため水蒸気の供給が減少すると勢力が衰える。海面水温が26度未満の海域に入った場合、または陸地に上陸した場合には水蒸気の供給がなくなるだけでなく地表との摩擦が大きくなってエネルギーを奪われるため急激に勢力が衰える。また、 熱帯低気圧が中緯度地域まで到達すると寒気の影響を受ける。熱帯低気圧に寒気が流入することで温度差のある大気が混ざり合って性質が暖気と寒気の境界に発生する温帯低気圧に近くなってくる。または熱帯低気圧内の暖気核が消滅して温帯低気圧に近くなることもある。これを温帯低気圧化という。温帯低気圧化は 熱帯低気圧の外側から徐々に進行し、熱帯低気圧の北東側に温暖前線が、南西側に寒冷前線が形成され、これが徐々に熱帯低気圧の中心に向かって侵入していく。中心まで前線が侵入すると、この熱帯低気圧は、温帯低気圧との違いは全くなくなり、温帯低気圧に分類されるようになる。熱帯低気圧内の断気核が消滅して、 温帯低気圧になる場合は、前線が低気圧の中心まで描かれない場合がある。温帯低気圧のエネルギー源は、暖気と寒気の温度差による位置エネルギーであるため、熱帯低気圧から温帯低気圧へ変化する場合は、低気圧が衰弱するとは限らず、特に熱帯低気圧が持っていた暖気と寒気の温度差が大きい場合などは、温帯低気圧化により再発達することがある。 例として、2013年10月に、伊豆大島に、甚大な被害をもたらした、台風26号は、勢力があまり衰えないまま温帯低気圧に変わっている。高緯度ほどコリオりの力が大きくなるため、熱帯低気圧は高緯度に向かって移動する。また熱帯低気圧は中緯度高圧帯からの風、すなわち低緯度では、貿易風、中緯度では、偏西風に流されて移動する。 これらの効果が合わさる結果、熱帯低気圧は発生後、北半球では北西へ移動しながら発達し、進行方向を北半球では北東に変える。この進行方向を変えることを天候と言い、天候する位置を天候点という、フロリダに上陸直前のハリケーンウィルマのレーダー画像、目の周りをまとまった積乱雲が回転しながら雨を降らせている、熱帯低気圧は 激しい風雨を伴うため甚大な被害をもたらすことが多い。そのため熱帯低気圧を接近前に観測して対策を取ることは極めて重要である。古くは船舶や航空機によって熱帯低気圧内に突入して直接観測することも行われていた。特にアメリカ軍による C-130 や U-2 等を用いた飛行機観測は 台風やハリケーンの構造や勢力を直接観測できるため大きな危険を伴うにもかかわらず第二次世界大戦後から続行されてきたが経費削減等の影響を受けて北西太平洋海域では1987年以降中止され現在では気象レーダーや気象衛星による遠隔観測が主となっている日本では 伊勢湾台風の被害を教訓にして1964年に富士山レーダーが設置1965年から運用され8 0 0トル先の台風を観測可能な熱帯低気圧の主要な観測手段として用いられたことはよく知られている。現在は運用を得に箇所のレーダー観測所がその役割を引き継いでいる。北。 大西洋では現在も飛行機観測が継続中である。アメリカのノアの気象学者バーンド・ボラックによって1975年に提唱された気象衛星によって観測した熱帯低気圧の雲パターンから中心気圧と最大風速を推定する手法である。雲パターンは主に赤外線波状態の画像と可視画像から決定する方法があり、 衛星視野の昼間は併用される。赤外画像はドボラーク温度スケールの温度変化パターンを使って DT 数、PT 数、メット数を割り出していく。可視画像はスパイラルバンドの状態は中心付近の動きなどを含めた判断が行われる。以上の解析から T 数を計算し、それを選択、補正して T 数を決定する。 そしてこの t 数に台風が発達段階か衰弱段階かで補正した ci 数を計算し、これを太陽表に当てはめて中心気圧と最大風速を推定する。この解析法は年代によって解析法も改良されている。近年では極軌道衛星の画像を用いたものやサウンディング観測による方法で決定する方法などもある。問題点は 衛星の分解能や波状体、画像のサンプル量、時間間隔によって、この解析地自体にブレが生じることがある。北西太平洋地域では、解析する期間によって、最大で CI イコール1.5程度の違いが生じる。2005年台風14号により大量の流木が押し寄せた港サイクロンゴヌによる波浪で侵食され、破壊された海沿いの道路を張りーン。 リタの強風で倒れた電柱と封鎖された道路熱帯低気圧の多くはまとまった積乱雲を有し多くの雨を降らせ強い風を吹かせる。風については勢力が強いほど強くなり強い風の範囲も広くなる。一般的に熱帯低気圧固有の風速に熱帯低気圧の移動速度を足した分風速が増すため熱帯低気圧の東側では風が強くなる。 ただし、これはまっすぐに北上、南下する場合のことであり、厳密には進行方向と風向が一致する地域で風が強くなるため、東側以外でも風が強くなることがある。それに関連して、主に昭和期には日本近海の台風であれば、右側を危険半円、そして左側を加工半円などと、たびたび故称されていたが、これでは台風の左側ならば船舶は、 高行可能であるという誤解が生じかねないので、近年ではこの故障は使用されていない。熱帯低気圧はそれ自体が暖かく湿った空気の塊であり、中心雲一気から離れたところに発達した積乱雲からなる千区交うえができ、先だって大雨が降ることがある。また、熱帯低気圧へ向かって引き寄せられた断出流や、 寒気が離れたところの前線を刺激したり大気を不安定化させ、間接的に災害をもたらすことがある。大雨による洪水や土砂災害が発生する。また、強風による建物の破損、飛来物による窓の破損、木や電柱の倒壊、農作物の倒壊、海岸に近いところでは海水吹きつけによる沿岸、沿岸では高波。 海上では波浪による被害がしばしば発生する。波浪による直接的影響に加え、海水が拡拌されたり海水温が変化することで漁獲対象が移動するなど漁業に与える影響は大きい。また航空機や船舶の発着が制限されたり屋外で開催されるイベント類が中止になるといった影響もある。暴風雨によって上空の移動が困難になることから 災害で、離島や山間部、過疎地などが孤立した場合は、救援が遅れることがある。熱帯低気圧で突起すべき災害として、高潮がある。非常に低い気圧によって海面が吸い上げられることに、加えて、暴風により、海岸に海水が吹き寄せられ、大雨による河川からの流入なども加わり、堤防を越えて沿岸に浸水被害をもたらす。波浪によって、 堤防を支える土砂が侵食されたり、接近時刻が大潮や満潮と重なったり、海抜ゼロメートル地帯などの低地が広がっていると被害が拡大する。1780年のグレートハリケーン、1900年のガルベストンハリケーン、伊勢湾台風、1970年のボーラサイクロン、1991年のバングラデシュサイクロン、ハリケーンカトリーナ、 平成25年台風第30号などの甚大な被害を出した熱帯低気圧は高潮により非常に多くの犠牲者を出した。熱帯低気圧は地球表面の大気の循環の中でも一定の役割を担っている。最大の役割が熱の運搬である。熱帯低気圧は地球上で最も暖かい赤道気団から構成され大量の熱を持っている。 熱帯低気圧が移動することにより、低緯度から高緯度や暖かい空気が運搬されることになる。また、水蒸気が豊富な海上から陸上へと水を運搬したり、上層と下層で温度が大きく異なる海水をかき混ぜて対流を抑える効果もある。そのため、同じ海域から熱帯低気圧が数日のうちに連続発生することは少ない。熱帯低気圧と 温帯低気圧との中間的な性質を持つ亜熱帯低気圧というものも存在する。映画パーフェクトストームのモデルにもなった1991年のパーフェクトストーム。各種気候モデルの予測では地球温暖化の影響によって熱帯低気圧の頻度や勢力などが変化するという結果が出ているものが多い。以下にいくつかのモデルの結果を挙げる。ありがとうございます。